研究機構の HPCI、チームの平川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。これまで、K の、研究成果等々の講演がありましたが、ちょっとこちらの方は毛色が違っておりまして、K を含む、全国の、スパコンをつないでみたということで、ちょっとツイッターっぽい、題名をつけてみましたが、全国のスパコンが今後クラウド化になるかもしれないというテーマで、話をさせていただければと思います。突然ですが、こんなことがありませんで、ありますでしょうか。研究、僕の研究は革新的である。でもうちの研究所の、スパコンにとっては分野が苦手である。この計算が得意なスパコンが必要なんだけど、どうしたらいいだろうか。あるいは、これはちょっと極端なまだ例ですが、スパコンを使ってみたいな、でも僕のお小遣いじゃスパコンは買えないなというようなものがあるかもしれません。実はスパコンは、全国の研究機関に、あります。これはまた後ほど説明させていただきますが、でもそれがフルに、ずっと使われているかどうかっていうと、そうではないかもしれない。余ってる部分がちょっとずつあるかもしれない。あるいは一つの、スパコンはもう皆さんがこう使ってて順番待ちになってたりとか、そういったものがあるかもしれないっていう、余ってるかもしれないということがあります。スパコンを使いたい研究者はたくさんいます。ただ経済的、地理的、時間的に理由なので、さまざまな理由で、必要でもまだ使えない人がいるかもしれません。スパコンは種類によって、得意不得意があります。いろんな、計算の分野であったり、いろんな研究の分野であったり、それが自分の手元にあるスパコンが得意なものとは限らないと。一箇所ので何種類ものスパコンや計算機を用意するのは難しいというものがございます。スパコンで、上手に効率的に、計算するためにはそれなりのスキルが必要になります。スキルの習得には実際に、使うスパコンを、実際に、それを使って、使った学習というのが必要になります。で、先ほどの、こういったいろいろな問題があって、どうしたらいいだろうと。それではいろんな全国のスパコンをつないでみようということで、を考えたのが、全国のスパコンをつないでみようと。これはスパコンのユーザー層の拡大の体制や、これ先ほど申し上げた通り、詰まっているスパコンがあれば空いているスパコンもあるといったような、効率的にこれを利用できないかというような仕組み作り、それからそれらを通じてスパコンの開発力のアップ、それからスパコンの使い道の拡大、ひいては社会、皆様への生活への還元と、いろいろな研究の話があったと思いますが、それらを研究を通じて最終的には社会に還元するといったような取り組みがあります。でこれらの取り組みを、HPCI、ハイパフォーマンスコンピューティング、ハイパフォーマンスコンピューティングインフラストラクチャーという、頭文字を取りまして、HPCI と、今日の、私のチームの方もこちらの、この、HPCI というものを中心に、取り組んでいるわけですが、これからちょっと HPCI という言葉がいくつか出てくるかと思いますが、これらの取り組みを HPCI というふうに言います。ちょっと難しい、目的ということになりますが、K と全国の大学や研究機関に設置されたスーパーコンピューターを高速ネットワークで結び、ユーザーニーズに、多様なユーザーニーズに応える基盤システムというものが、ざっくりした目標と目的ということになります。でこちらはこの HPCI は文科省主導で2009年11月からプロジェクトの方が始動いたしました。2012年9月から K の完成とともに共用の開始、 K の完成と同時にこの
HPCI というのが始まりました。でこの HPCI によって、何が変わるかという、まあ、先ほどいろいろな問題点がありましたが、まず自分の機関あるいは自分、まあ、自分でスーパーコンピューター買う人はなかなか難しいかもしれませんが、その機関にスパコンがなくても使えます。しかも最先端のスパコンを無償で使えるというものが挙げられます。一度の手続きで全国のスパコンを横断的に、まあ、全国のスパコンの後ほどご説明いたしますが、横断的に使うことができます。問題点にもありましたが、スパコン、計算、まあ、これ計算機ですがの再配分による利用効率の、遊んでいるスパコン、スパコンがあるんだったらやっぱり何かに使ってほしい、使うといったような、効率利用のアップが生まれます。スパコン専用のアプリやスパコンそのもの、まあ、これはいろいろな、分野だとかいろいろな種類のスパコンがありますので、まあ、こういったものを通じて、そのものの開発力が向上します。ではこの HPCI はどういった部品でできているかと、まあ、プラモデルみたいなものでいうとどういった部品でこの HPCI が完成しているかと、部品ですが、まあ、まずは計算機、スパコンが必要です。スーパーコンっていう、スパコンの計算機です。それから、まあ、スパコンはいろいろな場所にこう点在してますので、まあ、これらを結ぶ高速ネットワーク。そして、まあ、誰でもどんどんこう入ってきて、まあ、いたずらされる可能性もありますので、ユーザーを識別、認証するための認証システム。計算を行ってデータを吐き出すところが、データを出すところが必要ですので、これらを共通的に使える大規模なストレージ。もちろん各おのおのの計算機にもローカルストレージというのはありますが、これいろいろなやはり費用的、それから物理的な問題や、そういったものがあって、数十ペタ。数ペタといったようなデータをそのローカルのストレージに置くには非常に制限があるということで大規模ストレージ、これらをまとめる大規模ストレージ、それからこれらのユーザーを支援するためのユーザーの共通窓口という5つの部品で出来上がっています。これを一つずつ説明していきたいと思っております。まずこのスーパーコンピューターですね、計算機ですが、現在この HPCI に資源を提供している機関はこれだけあります。まず、皆さん今日来ていただいている理研の計算科学研究機構神戸ですね、ここに K がズンと座っているわけですね。それから北海道大学、東北大学、筑波大学といった9つの大学です。北海道大学、東北、筑波、東大、東工大、名古屋、京都、大阪、九大といったような9つの大学のスーパーコンピューターが現在 HPCI の方に資源を提供しております。それからジャムステックですね、海洋研究開発機構ジャムステック、これは皆さんご存知だと思いますが地球シミュレーターです。地球シミュレーターです。それからこれは新しく昨年度が、もう一つ前かもしれませんが、新しく、供用開始以降に資源を提供した統計数理研究所ですね、統計数理研究所が入っておりまして、現在、HPCI にスパコンを提供している、機関はこれだけのスーパーコンピューターがつながっています。つながっていると申し上げましたが、2番目の部品ですね。2番目の部品のネットワークです。でこれは NII、国立情報学研究所が運営する全国の大学研究拠点を接続した高速ネットワークで、先ほどのこのスパコンを、提供している機関をつないでいるのがこのサイネット4になります。高和回線は 40Gbps、 今後サイネット5が来年度以降予定されてますので、ここは、
さらに高速化になる予定です。海外拠点との総合接続もしております。北大、東北大、最後に、こちらの南は、九州大学といったように、全て、接続されています。3番目の部品です。落ちそうになります。3番目は認証システムということで、これは一つの、まあ、HPCI IT、HPCI アカウントという、一つの HPCI の ID から全てのこのシステムのアカウントを発行します。これはブラウザを使ったシングルサインオン、1回の認証で、これらの スパコンがログインできるといったようなシングルサインオンシステムを使っております。さらに、電子証明書を用いた認証、信頼性の高い認証機能を使っておりまして、利便性と安全性を実現しております。それから4番目の部品になりますが、大規模ストレージ、研究の計算で出たデータを蓄積するためのストレージになります。先ほど申し上げた一つ一つのスーパーコンピューターにももちろんローカルストレージはありますが、それだけ大容量の、もちろん制限があります。無制限で使えるわけではございませんので、そのローカルストレージに入らないもの、あるいは共通的に、東大で計算したデータのスパコンで計算したデータを他のスパコン系であったりだとか、そういったところで使うといったような、いろいろなそのスパコンから共通的に見えると、ローカルストレージとはまた違った共用ストレージと、名前は正式にはこの共用ストレージと言いますが、こちらがございます。他のスパコンやコミュニティとのデータ共用、それから大容量のデータ保管と、皆様の機関でも自分のパソコンに入っているデータと、それからファイルサーバーっていう、バックアップを取ったりだとか、大きいデータを入れたりだとか、そういった使われ方をされているかと思いますが、それの大きいものというふうに理解していただければと思います。で、地理的、場所ですが、東大に、ストレージは東大に 11.5 ペタバイト、それから理研、こちら神戸の理研の方に 10 ペタバイト、それから東工大の方に400テラバイト、少しちょっと単位が違いますが、11.5 ペタと10ペタと400テラバイト、約22ペタバイトの共用ストレージがこの HPC には用意されています。で、これは地理的には関東だとか関西といったように遠距離にあるんですが、これをまとめておりまして、ユーザーから見ると一つのストレージ、その自分が東に書いてるとか西に書いてるっていうのは意識しないで使えるように、まるで一つのストレージのように使えるようになっております。それからテープの装置が、東大が20ペタバイト、理研の方に60ペタバイトで合わせて80ペタバイトのテープが現在用意されております。ストレージは22ペタ、テープが80ペタバイトといったものが用意されてこの HPCI で使えるようになっています。この22ペタバイトっていうのは大体どれぐらいかと言いますと、もうハード、皆様のご家庭にあるハードディスクのビデオレコーダーが大体1台、2ペタバイトというふうに考えると1万台ぐらいのレコーダーがあるというふうに考えていただければと思います。それから5つ目の部品ですが、ユーザーを支援しないといけません。ですので、ユーザーの共通窓口ということで、先ほどの HPCI、これらの HPCI を全てまとめるユーザーの共通窓口というのがございます。これはワンストップサービスとして提供しておりまして、研究一つ一つを私課題というふうに呼んでますが、これらの課題選定、それから使っていただくための利用促進、ポータルサイトであったりだとか、いろいろな関係機関を連携したりの利用促進、それからサポート、ヘルプデスクですね、高速化のためのサポートや講習会というのを行っておりまして、この課題選定、利用促進、ユーザーサポート
まあ、いろいろなこれらを支援するためのシステムがございます。ポータルであったりだとか情報共有システムであったりだとか、そういったものがございます。これらを組み合わせまして、計算機全部あの5つの部品を組み立てまして、計算機、それからこれらの計算機をつなぐネットワーク、それからそれらを認証するための認証システム、それからデータを蓄積するための共有ストレージ、最後にユーザーサポートという5つの部品で完成したのがこの HPCI になります。 HPCI のスパコン語ではどういうふうに使うにはするかということをちょっと簡単にご紹介いたします。まずこれらの計算機を使ってどのように、どういう研究をするか、どういう計算をするかというものがあります。これは申請できる課題の種類であったりだとか、まあ、どういったスパコンを使いたいという情報というのをどういうふうに使えるか考えます。それから現在、まあ、これらの課題を選定するという審査があります。申請したり、それから課題内容、それから提出審査というような審査がございます。 HPCI でこの課題をでは使っていいですという審査に合格しましたら、スパコンの利用の準備やアカウントの発行等を行いまして、実際にそのスパコンを使うといったような利用開始になります。利用分野はこれまで多岐にわたっております。まあ、これまでいろいろな研究の講演会と、まあ、これからありますが、宇宙であったり科学であったり防災、工学、情報バイオライフといったような利用分野があります。この HPCI にはいろいろな利用形態がありまして、一般利用、若手、人材育成、それから後ほどトピックの方で、こちらの方説明しますが、特徴的なものとして産業利用ができるということです。海外のいろいろなこのアカデミックな同じような仕組み、枠組みというのがあるんですが、この産業利用無償であったり、それから非公開で有償であったりといういろいろな産業利用で使えるといったようなところがこの HPCI の一つの特徴ではないかと思います。トライアルユースに関しては完全にこれ無償です。6ヶ月間無償で使えるということになります。まあ、こちらも審査はもちろん必要になりますが、6ヶ月間無償で使えるというトライアルユースというのもございます。で、実際トライアルユースで研究成果を上げて、論文を書いたというのを後ほどまた紹介いたします。あと戦略プログラム、これはまあ非公募になりますが、特に先ほど その防災であったりだとか医療であったりだとか特化した分野に関しては文科省が定めるプログラムというのがあります。まあ、いくつかいろいろなこういった利用形態があるというふうに考えていただければと思います。HPCI を、利用した研究成果としましては、京大の花田先生の超超原理の物理、これは K を使った研究成果といろいろあるんですが、 K 以外を使った、先ほどの K 以外を使ったスパコンの利用課題というところがちょっと特徴的なものではないかと思います。 K を使った研究、素晴らしいものがたくさんありますけど、 K 以外の使ったものもあると。で、これは2013年に Nature.com で最も読まれたニュース、HPCI としては、ですね、少々お待ちください。それからこちらは先ほどトライアルユース、6ヶ月間無償で使えるトライアルユースを使って、研究をされた重要施設を含む3次元、津波のシミュレーション、これはヤフーニュースに掲載されましたが、トライアルユースで、成果を上げて、そのまま次のまた一般利用とか他の、まあ、これはトライアルユースでまずもうお試し版ですよね。試食みたいなもんですが、これは美味しいからもう一回また別のものを、本物大きい製品を買ってみようみたいな、そういったまずお試し版で使って、そのまま別の、利用枠の方に変えたっていうのがこちらの例になります。海外の同様のプロジェクトで、ヨーロッパですとプレイス、これはまあアカデミックで、産業利用はございません。米国はインサイトやフィックスイット、これは一般利用が実は3日。エクスイードに関しましては、アカデミックで、まあ、こちらも原則でしょうです。あまり、日本の、
この HPCI が2位とか、12時半前に使いにっていう話は、ね、まあ、非公開の場合は有償で使います。公開の、成果公開の場合は無償で使いますが、産業目的にも使えるというところはユニークだと思います。それから国内外問わずに課題選定、課題に応募できると。それからこれも他の同じ取り組みにはないことですが、共用ストレージ4番目の部品でした、4番目でしたかね、共用ストレージというのがありましたが、22ペタバイトの大規模ストレージというのが使えるというところがユニークだと思います。質問の時間がなくなってきました。 HPCI で何が良くなったかと言いますと、実際供用を開始してちょうど3年ぐらいですかね、何が良くなったかと言いますと、産学官含めたスパコンのユーザー層の拡大、日本全国のスパコンリソースの利用効率化と、まあ、いろいろな東京にいながらにして北海道大学だとか K の計算支援が使えると、共用ストレージも使えて、使えるといった地理的、物理的なそういった制約というのがなくなったということも含めて、ユーザー層の拡大やリソースの効率化になりました。それから計算機、ひいては計算機シミュレーションの発展、これまでなかった成果の創出というのがあります。今後 HPCI の次はということで、スパコン全体の計算パワー、まあ、今いろいろな大学、いろいろな研究機関というのが計画されてますが、こういった割り当てを分散したいと、まあ、今Kが先ほど の資源の半分ぐらいはやはりKが占めているということもありまして、かなりこの利用の希望の課題がKに集中しているというのがやっぱり一つ問題として挙げられると思っています。で、中には必ずしもKでなくても同じ富士通の FX のアーキテクチャであったりだとか、中には必ずしてもKでなくても計算利用な研究もあるんですが、ユーザーがまあKを使いたいということで、まあ、集中してしまうという問題がありますが、こういったものを自動的にまあ割り当てできるといいかなと。今はできていませんが、そういったものを動的に割り当てられるようになればいい。こういう計算をやってねっていうふうにやると、K が詰まっているときは別の例えばスパコンの方で計算してそれを返してくれるとか、そういったような動的なものっていうのが今後の課題になればいいなというところがあります。それからこれはまあもう予定だってますが、サイネット5にバージョンアップが予定されてますので、さらなる高速化というのが、予定されています。それから、まあ、認証システムの強化ということで ID 連携統合の強化、利便性の強化、それから今20大規模ストレージですが、22ペタバイトのストレージがありますが、かなりもう逼迫しておりまして、コップに入れた水が溢れる状態まだもちろん溢れてませんけど、そのまま使っていると溢れるような状況になります。さらなる大容量化、高速化、それから今はその共用ストレージに貯めているものをそのまま蓄積しているものをそのまま計算機っていうのにステージング登録するっていうことができません。ローカルストレージに移す必要っていうのがありますので、こういったものをより効果的にできるかどうかということが分かると思います。一番表題にありましたが、将来のスパコンはクラウドになるのではないかと、どこどこのスパコンを使うだとか、そういったものを意識せずに一つのジョブを投入したらいろいろ行動的に使えるようになるかもっていうところがあります。空いてるスパコンや動的に選択する、あるスパコンから出力データを別のスパコンへシームレスに移動して橋渡しする、インフラとしての、インフラ、まあ、皆さんが使われている水道やガス、そういったものと同じようなインフラとしてよりそのスパコンも使いやすくといったものが今後の将来のスパコンはクラウドになるかもしれないということになっています。で、こちらも、まあ、これが一番最後ですが、ちょっと申し込みはもう終わってますが、あさってですか、10月26日月曜日に、K を中核とする HPCI システム利用研究課題の成果報告会というのが東京日本科学未来館ということで行われる予定です。これは HPCI、K も含めた HPCI を使った研究成果というのはどういったものがあるかといったようなものを報告する報告会になります。
すいません、時間が来てしまいました。どうもご清聴ありがとうございました。